本日も茂木さんにお越しいただいております茂木さんよろしくお願いいたします、えー、皆さんこんにちはそしてこんばんは徳永茂です、えー、本日もよろしくお願いをいたします 先日ねナナさんはい、はい、リスナーの皆さんから二、はい、人の方がいなかなか評価をしてるよっていうふうなお話をいただきました嬉しいです嬉しいですよねですね、まあ、週に一回引き続き茂木、はい、さんよろしくお願いいたしますはい。では茂木さん本日はどのようなお話をしていただけますか、えー、本日はですねナナ、えー、さんはい 最近家族で過ごされている時間、確保できていますお盆にお休みをいただきまして、まあ、キャンプに行ったり、少しまあ日帰りですけれども、高知の方にまに日帰り旅行をしたりとかということで、まあ、なんとか確保できているのかな、しないといけないなというふうに、努力している感じでしょうかね多分あのうちの家内はあなたがそんなことを言うのっていうふうに怒られるかもしれません。えー、今回は家族で子育てを持って 楽しんでいただくための家族の絆育成事業についてお話をさせていただきますはい、家族の絆育成事業子育て世帯向けの事業だと思いますどのような事業か教えてください まあ自然の中で遊んだりカメラ、まあ、写真の撮り方ですねこうしたものをお教えをする家族みんなで楽しめるイベントを通じて今一度家族の絆を深めていただくことを目的とした事業なんですね実はこの事業の前身はイクメンの育成事業として男性の家事 育児の参加促進を目的とした事業だったんですけども今年度からは参加対象の範囲をお父さんから家族に広げて実施をするものなんですね。なるほど どうして参加の対象をお父さんから家族に変更したのか、その理由いかかがでしょうかまあ今治ではまだまだかもしれないんですけども、まあ、現在は女性の社会参加や働き方の多様化によって、男性の育児・家事への参加はまいぶんとまあ浸透してまいりました。意識的にはでですね一方で 共働きの世帯が大変多くなって、家族で過ごす時間っていうのを確保することが難しいというふうにも言われております。えー、今治市の子ども未来課やネウボラ政作家が平日に子育て世帯向けのイベントを数多くやってるんですけども、家族みんなで特に日曜日に参加できるイベントは少ないというふうなご指摘もいただいておりましてね、そこで 日曜日にみんなで楽しめる時間を提供しようということで家族全体に対象を広げたイベントを行うことにしたんですね確かに共働きだとなかなか家族で過ごす時間を作りにくいですよね、まあ、具体的にはどのような遊びや講座があるのか教えてくださいまあ今年度はすでに実施したものも含めますしまなみアースランドの森の中で遊ぶ自然の中で遊ぼう。 そして乳児を対象としたベビーマッサージ講座をプロのカメラマンから上手な写真の撮り方を学ぶカメラレッスンを、えー、今治市の保育士が企画する手作りの夏祭りやミニ運動会、えー、今治市の地域おこし協力隊の皆さんが企画するスポーツイベントなどを予定しているんですねそれにしてもたくさんの種類のイベントがあるなあというふうに感じます。 さん今後の一押オシ講座、何かかありますか私も行ってみたいなというふうに思ってましたのが、10月の29日、日曜日、まあ、秋なんですけどもね。 島並みアースランドで自然の中で遊ぼうの2回目っていうのが実施されると聞いておりますこちらは島並みアースランドが実施する自然体験型の環境教育の一環でありまして普段入ることのできない森の中に入って親子で木登りや崖登りそして川遊びなど自然を生かした遊びを体験できる講座なんですね。 木登りに崖登りですか、まあ、今時やったことないなぁなんていうお子さんも、ね、多いんじゃないかなと思うんですよね、まあ、特別な場所でできる自然体験ですとっても気になりますねまあ森の中では昆虫やカエル、ノウサギなど、まあ、四季折々の動植物と出会うことができるらしいんですね<ー>で他にもです、ねうん、昔ながらの道具を使った火起こし体験や 各自が持ち寄ったマシュマロやウインナーなどの食材を焼いて食べる焚き火体験もできるようなんですよ。マシュマロあの焚き火で焼いた美味しいんですよ。ね、普段生活ではなかなかできない体験だと思いますね。子供たちの楽しんでいる姿が目に浮かびます。まあ、今回第2回目ということですが、1回目に参加いただいた方の感想などはいかがでしたか あの受講後のアンケートを聴取をさせていただきました、えー、ご参加をいただいた皆さん全員かが、ねはい、参加してとっても良かったとっいうふうなご評価が非常に多かったんですね。 また、あの子どもによってはインドア派の子どももいるじゃないですかでもこうした機会があって外遊びの良さを、まあ、実感できたえ子どもが自らが自然遊びを楽しもうとしている様子をうかがえたなどさまざ、あ、まな回答をいただいたんですけれども普段とは違ったお子さんの意外な一面を見ることもできたようなんですね。他にも、 日常の忙しさかが解放されて子どもと一緒に楽しむことができたと親御さん、パパもママも大満足いただける、うん、イベントとなっております家族みんなの思い出になっていいですね、まあ、ぜひ一度体験していただきたいと思いますが、まあ、そんな家族の絆育成授業の「自然の中で遊ぼう」ですが10月29日日曜日に2回目の実施これ参加するにはどのようにすればいいんでしょうか。 こちらの方は今治市のホームページから申し込みをいただくようになっております参加対象は3歳から小学校入学前のお子様がいる世帯の方で参加料は無料となっております大変人気のイベントでありますので自然が大好きな方これから自然遊びに挑戦をしてみたい方ご応募お待ちをしておりますまた 今後も別の講座を実施する予定でありますので、えー、ホームページっていうのはチェック必要かかもししれまませんねわ、うんはい、りましたさて茂木さん、今年は住みたい田舎ベストランキングの子育て世帯部門で2年連続1位となりマニフェストにも掲げている子育て支援事業に力を入れてますすねねそうです、ね、親子間や家族間の交流の輪を増やしていくためにも この家族の絆育成事業の他にも、えー、地域子育て支援拠点事業所や児童館でもたくさんの子供向けのイベントを企画してるんですね。そして、 えー、秋なんですけども10月の22日日曜日には昨年も開催をさせていただきました今治商店街におきまして子どももそして大人も楽しめる大規模イベント子どもが真ん中フェスタを開催をさせていただきます、えー、昨年開催した時は雨だったんですけども大変な好評をいただきました、えー、そのことを踏まえまして今回は出店の店舗数も増やし アップグレードして実施をさせていただこうというふうなことで今職員の皆さんも知恵を巡らしていただいておりますえ準備ができ次第詳細は発信をさせていただきますのでぜひ楽しみにお待ちをくださいね子どもが真ん中フェスタ開催は10月22日 今年も開催とというこででね楽しみです、まあ、そういえば今治市には子育て世帯向けの専用アプリがありましたよねたくさんの子育て世帯向けのイベントを実施されていますがこれらのイベント情報もチェックできるんでしたかそうですねあの子育て世帯向けのイベント情報はスマートフォン向けアプリ 今治子育て応援ナビでお知らせをさせていただいております無料でご利用いただけるアプリですので子育てをされている皆さんはぜひダウンロードしてみてくださいねまた魅力わくわく100名間もデジタルブックこれはメッケのアプリというふうなことですのでこちらの方もご利用ください今治子育て応援ナビまたメッケまだ使ったことがないという、ね、子育て中の方にはぜひチェックをしてみていただければと思います 安心して子育てができる街として今後も色々なサービスの発展を期待しています。さて、しげきさん最後になりましたが何か市民の皆さんにお伝えしておくことはありますでしょうか えー、音楽が終わったんですけども今治の夏はまだまだ暑いということで、えー、今週末26日土曜日27日日曜日には第25回を数える、えー、今治ジャズタウンが開催をされますしまなみ道が開通した1999年から始まってどんどん大きくなっていったこのジャズタウンなんですけども、まあ、残念なことに今年が最後の開催と伺っておりますジャズタウン まあ今治を音楽で盛り上げ支えてきた人たちによるとっても華やかなステージですよね、まあ、ずっと続いてきただけに今回がファイナルなのはやっぱり寂しいですねあのまあ今回ファイナルというふうなことなんですけどもね私はあの次のステージに向けて新たな幕が開く、まあ、そういうふうなジャズタウンになっていただければ非常にありがたいなというふうに思っておりますのでまずは 今週末のジャズタウン、えー、みんなで押しかけてそして応援して盛り上げていこうじゃありませんかはいそうですねジャズタウンは2日間の開催でありますが1日目の土曜日26日はタウンステージといいまして市内のお店にミュージシャンが出向いて演奏いただけるそうなんですねそして2日目の27日日曜日には あのテクスポート今治のメインステージに大物ミュージシャンや地域のミュージシャンが一堂に会して華やかで迫力のある演奏を披露していただきますジャズズージャーというのはなんか少し大人びてそして形式ばったような感じもするんですけども全くそんなことはありませんそれぞれの皆さんがワクワクするようなステージになっております今まで伺ったことのない人人ももそしてある人も 一緒にジャズの調べにスイングをしようじゃありませんか詳しくはジャズタウンのホームページなどをご覧くださいね ファイナルということでチケットの売れ行きも非常に好調と聞いております当日チケットもありますが気になった方はぜひお早めにホームページなどをチェックしてチケットを確保しておきましょうえ本日も茂木さんにお越しいただきました茂木さんありがとうございましたリスナーの皆さん暑い日が続いておりますので熱中症にはくれぐれもご留意をくださいねそれでは良い週末を。